歯磨き後のお好み焼き、どうぞ。はい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション行ってみよう。はい、それじゃあ今回もしばらく行ってないなっていう部屋があったら教えてくださいって言っていたんだけど、それでね、言ってもらった部屋に最初に行っておきたいと思います。それじゃあまずほのかちゃんね、ほのかちゃんのお部屋はどこだっけ。上の方じゃなかった、あれ違ったっけな。あ、ほのかちゃん遊園地に出かけとるけど、ちょっと呼び出していいかな。遊園地で遊びよるところ悪いけれども、おかえり。ごめんね、入場券無駄になってない？随分とお久しぶりです。お久しぶりです。嬉しい時に使う言葉を教えてください。嬉しい時に使う言葉、嬉しい時に使う言葉はね、嬉しい時、めっちゃストレートにハッピーで、そんなこと言う子おらんやろうけど。ね、外国の人とかならあるかもしれんけど。ハッピーでいいですか？オッケー。はい、でも今多分ね、私のことめちゃくちゃ恨んどると思うけどね、遊園地から呼び出したけん。人と会っている時も、一人の時も、基本的に変わりません。マジで？人と会っとる時と一人の時って基本的に変わることない？だって一人の時って別にね、一人でニコニコせんしね。そういうことじゃないんかな。ちょっとよくわからんけど。はい、それじゃあ、ちらし寿司でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？美味しい？お、結構美味しかった。よかったよかった。ここにおったらなんかいつでも結婚式気分やね。ほい、それじゃあ道具で。フラダンス入門書。ほい、どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。それじゃあ、きっとあ、もうフラダンス始めた。遊園地戻るんかなって思ったけど。その日のうちなら何回でも入場できるとかそういうことはないんかな。それじゃあ次は、ネムちゃんね。ネムちゃんは結構下の方やった気がするんやけど。ネムちゃーん。なんか今、クラくんがすげえ、うとうとなりよる。その横で、クリちゃんが笑いよるっていうね。んー、ネムちゃんどこだ？あ、ここや。ネムちゃん公園にお出かけ中。お呼び出し、これどうやって呼び出しようんやろうね。なんか、島の中で放送が流れるとかかな。ネムさん、ネムさん。アイナのそっくりさんがお呼び出しよう、みたいな。こんばんは。おー、優しい。公園からここに向かってくる間におったんかな。道に迷っとる旅人。ほい、イカリングでもどうぞ。お腹が空いているみたいだから。まあまあ美味しかった。よかったよかった。公園で何しよったんやろ。これにこれもあげます。ん？何何？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。そして、そして使い捨てカメラ、久々の使い捨てカメラ登場。10人の写真。いってらっしゃい。さあ、どんなん撮ってきてくれるかな。どれどれ。おー、なぜ木のスプーン。なぜ木のスプーンなの？そしてそれを見つめるっていうね。どういう絵かがちょっといまいちよくわからんけど。どういうシチュエーション？街角の恐怖。あ、確かになんかちょっと追い詰められとる感はあったけど。ちょっとあれかな、スプーンが反乱を起こして人を襲い寄る感じの設定かな。お、レベル上がった。
はい、それじゃあ道具で、レムちゃんギターとかかっこよさげよね。そして、鏡を返していただこうか。はい。道具、ギターをプレゼントしました。別に鏡なくても着替えるよね。着替えるのかな？わからんけど。多分着替えるでしょう。はい、それじゃあ、噴水広場に向かった。ギター弾きようやな、きっと。はい、それじゃあ、ももちゃん。ももちゃん、なんかこの辺りやったような気がするんやけど。あ、あったあった。みんな出かけてるな。まどのんちゃんの部屋に行ってるけど。帰ってきてー。お、浴衣、浴衣。お帰り。浴衣で走るのしんどくなかった？随分とお久しぶりです。お久しぶり。もも、声の声が好きなんです。男らしいですよね。おー、いいね、いいね。私もね、人の声とか結構好きやけど、どういう系統が好きっていうのは自分でもよくわからんね。高い声でも低い声でもいい声はいい声やん、なんか。ほい、牛乳でも。結構お腹いっぱいみたいやけんね。マドノンちゃんとこで一緒になんか食べてきたかな。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ、なんかすごいウキウキしとるね。いいことあったんかな。あ、戻っていったマドノンちゃんの部屋に。ほい、それじゃあ次に、サキちゃん。サキちゃん多分この、あれ、この辺りじゃなかったかな。サキちゃーん。あれ？あら、サキちゃん？あれ、結構上の方やったんかな？どの辺だ？サキちゃん。あ、ここや。レンタヌキさんの部屋に出て行っとるけど。お呼び出しをします。おかえり、サキちゃん。お、サキちゃんもウキウキ。アジナのそっくりさん、2ヶ月ぶりですね。お久しぶり。ごめんね。彼氏に会っているところ呼び出してしまったけれど。まあ、でも、サキちゃんがご機嫌そうでよかったよ。アユナとも相変わらず親友みたいだし。それじゃあ、トマトジュース。いや、お腹すいたんかな？あ、ごめんね。投げてしまった。今の確率にバッシャーってかかっとる感じやけど。しかもトマトジュース。まあまあ美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、体重計でも。そして、シャボン玉セットをお返していただこうかな。ほい。道具、体重計をプレゼントしました。なんかできる OL さんっていう感じよね。ほい、それじゃあ次は、ゆかちゃん。ゆかちゃんはどのあたりやった？今のはゆかぽんよね。ゆかぽんちゃん。ゆかちゃん、ゆかちゃん。レンタヌキさんのとこなんかすげえ人いっぱいいた。ね。ゆかちゃん下の方かな？いらっしゃらないね。上の方ではなかったっぽい。ちょっと下から見ていくか。ゆかちゃん、ゆかちゃん。ゆかちゃん、ゆかちゃん。なんかこういうのさ、なんもせんでも、窓越しに名前みたいな見えたらいいのね。なんか今、愛ちゃんめっちゃ呼んでたよ。愛ちゃんめっちゃ呼んでたよ、今。ゆかちゃん、ゆかちゃん。ゆかちゃん、ゆかちゃん。あれ？ゆかちゃん？ゆかぽんのことかな？ゆかぽんちゃんのことかな？ほい、それじゃあ入ります。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？お久しぶりなんかな？なんかよく見るような気がするけど、気のせいか。仕事になればいいですね。まあ、それが一番いいさ。趣味が仕事に。でも、趣味を仕事にしても、なんかやりうるうちに嫌いになるみたいなこともよくあるけんね。
そうなってしまったらちょっと悲しいよね。せっかく好きやったのに。お、まあまあ美味しかった。よかったよかった。ゆかちゃんっておらんかったんかな。ほい、それじゃあ道具で。何がいいかな。ほい、それじゃあここで。ヨガ入門書。ほい、どうぞ。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。これにこれをあげます。何何？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、シュリちゃん。次はシュリちゃんのところに、シュリちゃんっていうのは？シュリカちゃんのこと？シュリちゃんっていたんだっけ？てかあれだな。こうやって探しよるときにさ、他の子たちのことも見よった方がいいよね。あの、そのメモに取っとるみんな、シュリカちゃんのことよね、多分。シュリちゃん、シュリカちゃんだと思われるんだけど、多分。みんな結構出かけてるな。ね。なんかこう、ゆかちゃんいたわ、やっぱり。よね、ゆかちゃんはいた気がしたんだよ。なんかめちゃくちゃご機嫌だけど。入るよ。あ、でもゆかぽんちゃんもね。ゆかぽんちゃんもだいぶお久しぶりやったみたいやけんよかったけど。やったー。旅人の話も聞くと、世界って広いんだな。世界って広いんだな。旅人の話が聞いたらさ、自分も行きたくなりそうよね。連れて行ってもらったりとか。いや、勝手にうちの住人連れて行かれてもまあ困るけど。どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。ああ、ゆかちゃんがおるかもしれんっていうの、間違いじゃなくてよかった。ね。絶対おったはずやのに、おらんやんってちょっと思ってしまったもん。そして、シュリちゃんはシュリカちゃんやと思うんやけど。え、ごめんね、シュリちゃんって子いたら。いないよね、ほら。シュリカちゃんだわ。ほい、入るよお久しぶり。アルナのそっくりさんが部屋に来てくれると嬉しいんです。よかったよかった。一ヶ月もどこに行ってたんですかって言われにすごいウキウキしてくれとるもんね。嬉しいよ。ほい、ゼリーでもどうぞ。いただきます。どう？お、結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ。これで今回、まあ、その前回の動画で言ってくれとった、しばらく行ってなかった人は終わったから、じゃあ夜市見てこうか。よし、買うよ。なんかこういうさ、着ぐるみみたいなの着とってもさ、遊園地やったら多分、浮かんってことはないかもしれんけど、でもなんかのイベントかなって思うよね、多分。はい、それじゃあ一つ目の中身は、お、服、女の子の制服が入っていました。こういう色ってさ、アニメとかにありそう。可愛いよね。現実にあるんかどうかわからんけど。はい、それじゃあ二つ目の中身は、だから麻雀牌が入っていました。これだけ入っとかれても困るけどね。三つ目の中身は、服、ボクサーパンツが入っていました。え、これ初めてやない？ねえ、よね。多分色違いとかも見たことない気がするけど。ん？色違いあるんかな？ないよね、多分。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。じゃん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 。福袋に服が2つ入っとったのは嬉しいね。麻雀牌はちょっとあれやったけど。ほい、今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。ほい、そしてめっちゃ鳥鳴きよった今。ほい、ミーニュース見てこう。
ミーヌースやって。お願いします。お、写真集発売、マジで。なつきちゃん写真集発売したのすげえな。あー、いいねいいね。でもそういうのあるよね、そのままズバリ。え、なんか表紙いい感じやん。おー、自費出版すげえね。そうですか、もっと、ま、人それぞれってことですか。まあね、はい、もうちょっとみんなうおーみたいな感じないの。自費出版ってどんな感じなんかな。え、あれってさ、でもさ、自分で売り込まんといかんのやねん。違うんかな。まあそれ自分で売り込むために今ミーニュースで流したんやろうけど。はい、それじゃあ噴水広場に多分、あれ、ネムちゃんがって思ったけど、こっちメインで映ってますけど。兄ちゃんとサキちゃんがなぜか、お、話しながら。いや、そうでもないんか、見よるだけ。この状況の中でネムちゃんのギターが鳴り響くよ。ほい、そして公園。あれは遠いよー、遠いよー。えなっちだよね、多分。えなっちとマサオさんかな。遠い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 。あ、だよね、えなっちとマサオさんよね。遠いよ、これでも。でもここまでしか行けねえ。なんかすごい道それて歩きよるけど、どこに向かうんやろ。こっち来たよ、こっち来たよ。なんかなんかぐるーっと回りよんかな。まあ楽しそうだからいいんだけどね。道それてることは気づいてるかな。あ、消えていった。あ、まだいるいるいる。ね、ぐるっと回ってさ、戻っていきよるような気がするね。ほい、それじゃあ喫茶店。お、ルキアくんじゃないか。ケーキを食べているのね、一人で。こんな時間に。外結構暗いよ。ほい、そして一軒家を見てこうか。お、なんかいろいろとマークが出とるよ。ケンくんとリンちゃん歯磨き中やけど、リンちゃんがモヤモヤが出ている。アジュラのそっくりさん、1週間ぶりですね。お久しぶり。嬉しい時に使う言葉を教えてください。お、嬉しい時。それ歯磨きしよるタイミングで気になった。それ歯磨きしよるタイミングで気になった。よ、これ小さくなった、なったんか。よっしゃー。よっしゃ、いいですか。いいよいいよ。はい、わかりました。よっしゃー、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいい？テニスラケットかな。そして、化粧品セットを返していただこうか。道具、テニスラケットをプレゼントしました。友達の成功を素直に喜べない自分が嫌いです。さっきのあれかな、夏希ちゃんの写真集発売とか、そういう感じかな。友達の成功。いやでも結構ね、なんかそういう、ツイッターとか、フェイスブックとか、でなんか人の幸せな報告が嫌みたいな人多いっていうの前に、ツイッターのニュースで書いてあったけど、結構そんな感じなんかな、みんな。私は、彼氏ができましたとか、結婚しましたみたいな報告超好きなんやけど、逆になんか話せ話せってなる。アジュラのそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか。お久しぶりです、チャーリーさん。青とはすごく仲のいい親友だと思っているのですが、私と青のこともどう思いますか。青ちゃんね、青ちゃん、青ちゃん、ほら、かけがえのない人、いいじゃん、相性バッチリ。やっぱりそうですよね。うんうん。諦
私が作る料理は最高です。いいね。料理上手な奥さんっていいよね。私もそういう奥さんが欲しいです。ほい。食豆。節分は過ぎたけれど。しかもそれそのまま食べる人おらんやろうけどね。おお、何嫌いだった？まさかの？苦手だったようです。マジか。苦手なものと超苦手なもの揃ったんだけど。福豆と生牡蠣。生牡蠣はまだね、なんかちょっと好き嫌い多いかなって思うけんわかるけど、福豆もそうなんや。小さい頃とか結構ね、巻いて食べたりとかしよったけど、さすがに今は、してないかな。豆を食べることもないかもね。お、もうこれから寝るって感じかな。みんな思い思いの時間を過ごしていらっしゃるね。お、ハットくんとミクルちゃん歯磨き中やけど。あ、二人ともやん。ここ二人ともやん。とりあえず最初にハットくんを。2週間ぶりくらいですか？あゆなのとっくりさん。お久しぶりです。結構さ、みんなあっという間に過ぎるよね。私が思った時に使う言葉は、ふざけんな。なのですが、変えた方がいいですか？いや、いいと思うよ。いいと思うよっていうのもあれやけどね。はい、わかりました。ふざけんな。ハットさんが言えるのよ。なんか、結構よく見かける気がするけど。さっきさ、歯磨きしよったけどさ、お腹すいとんやない。歯磨きしよったけど。いただきます。歯磨き後のお好み焼き。どうぞ。お、結構美味しかった。で、また家に帰って歯磨くんやろ。ほい、それじゃあ。道具で、何がいい？サンドバッグ。そして、勉強セットを返していただこうかな。ほい。道具、サンドバッグをプレゼントしました。ほい、それじゃあちょっと、いらっしゃらなくなったけど。え、歯磨きをして寝るんじゃなくて出かけていったの？まさかの？ほい、それじゃあマンション。マンションで、ゆめかちゃんのところへ。私と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。なんかすっごい微妙やね、胃の中。何か飲んだんかな？一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？ほい、スタート。あ、そっか、一人か。待ってしまうね、ちょっと。あー。ゆいちゃん、盆栽。ゆまぴーちゃん。王将。バラバラなんすけど、なんか。あ、ゆいちゃん、まさかの上下やん。くそー。プレッツェル。あ、盆栽も上下？あれ違った？盆栽上下やん。マジか。え、めっちゃなんか並んどるやん、みんな。どうしたん？じゃあ、こういうこと。マジで？並びすぎじゃね？ここ以外全部並んどるやん。なんなんそれ。え、めっちゃあれ？サービス問題やったってこと？え、逆にわからんよ。ありがとう。じゃあ一番小さいやつ。おお、お宝ダイヤモンドをもらいました。やったやん。てかさ、ダイヤモンドの時なんか音楽違くない？なんかいつもと音楽違うよね。ご飯をあげたく。あげて。あげて、いい気分になって出発してもらおう。ほい、それじゃあ、お刺身でもどうぞ。あれかな、後ろでダイヤモンドがキラキラくるくる回りよりやん。それぐらいお金持ちやけん、これぐらいの小さいダイヤモンドあげるよ、みたいな感じで入れれるんかな。そういうノリで。はい、それじゃあ、今化粧しよったんかな、ゆめかちゃんは。それじゃあ、愛ちゃんがすげえ呼びよったよね。あれ？愛ちゃんおらんくなった。じゃあ、ケイくんでなんかすごい必死になったから。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。お、今度は対戦。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。先攻と後攻、どちらがいいですか？あ、じゃあ私後攻にするね。そっちの出方を見るわ。これ、
小松さんの。これ何あれ、よくわからん、よくわからないものが出たけど、スイートポテトです。スイートポテトか、なるほどね。イエーイ、お、え、やばめっちゃ運いいやん。あおちゃん、あー、くそ、隣かなって思ったんやけどな。どれかな、もう片方の隣やったかな。あ、そっか、これやった、やったね、うん、これあ、一瞬あおちゃんかと思った。これおっしゃ、来たよ。これは来たよ。あー、サクチン。おっしゃ、よかった。イエーイ。やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ今度は一番でかいやつ。お、だるま。お宝だるまをもらいました。目を描き入れんといかんね。お腹が空きました。あ、お腹すいた。ほんとね、それじゃあお好み焼きでも。いただきます。どうぞどうぞ。好物にチヂミが入っとるけんお好み焼きも入るんじゃないかなとか思うけど、違う、なんか似てないっけ。10年後、僕は一体何をしてるんでしょう。10年後のことなんか絶対わからんよね。だって10年前に今のことを分かっとったかって言ったら絶対分かってないもん。ね、毎日なんか遊びほうけとるだけみたいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。あ、そういえば次回もまたしばらくここ行ってないんじゃないみたいな人がいたら言ってもらえたら嬉しいです。